私は一生結婚できないのかなと思っていました。周りがどんどん結婚していく中で、神様は一体いつ私にパートナー与えてくれるんだろうと思っていました。最初結婚は早い方がいいなって思ってました。25歳ぐらいには結婚したいなってずっと思ってました。実際はなかなか出会いがなくて、どん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 年を重ねていってしまって、周りからも、もうさゆりは結婚しないんじゃないか、両親や友達や本当に、もう彼女は結婚しないんだろうなって、本当そういうふうに思われているような状況、神様いつ出会いを与えてくれるのかなって正直思ってました。自分自身クリスチャンホームっていう、もう早く持ちたいなっていう気持ちはあったんですけど、なかなかでもそのクリスチャンとの出会いもなくて、この人いい人だなと思って、スタートとか紹介とかいう形であったりとかして、自分の人の中で見心かなって思ったりもしたんですけども、でも神様の見心ではなくて、お断りしたいとかね、お断りしたとかいう形が続いてて、将来結婚できるのかなって何人かねお会いして会ったんですけども、断りだっていう形で、もう自分はできないなっていう、もうそれがもう最終でしたね。最初知り合いの人のフェイスブックのページを見てた時に、そこにコメントをしてるある男性がいたんですね。で、その人の名前を見たら、彼は知ってるぞと思いました。それは、視察さんだったんですけど、本当に、彼は10年前に同じ教会で10年ほど一緒に仕えてた仲間で、だから、本当に、懐かしいなっていう、ただその気持ちだけでメッセージを送ってしまったんですね。その時に Facebook で、着信音が鳴って、開けたら、採算があって、あれとか思って、携帯見て、あれとかいう感じで、で、なったら、明日ちゃん元気って、藤沢さゆりだけど知ってるってメールもらった時に、おおとか思って、ね、10年間、さゆりとは会ってなくて、Facebook の内容を見てすごく感動したし、すごく嬉しかった。で、ちょっと勇気を持って、ちたっちゃん結婚してるんでしたっけって、ちょっとわざとらしく聞いたんですね。そしたら、いや、実は結婚してないよっていう返事を、もらって、正直、私の中では、よしって思いました。で、本当にその時に、何かこう本当に押されるような思いというか、一度ね、お話ししてみたいなと、今度会いませんかということ、会うことになったのが1週間後の。10月3日に会おうかと思った時に、当日、さゆりと出会って、食事を。最初から、もう2軒お店を行くことに、一方的にリードされ、そのお店で5時間ほど話したんですけど、本当にその中で、本当に、和彦さんと話せば話すほどすごく安心感があったし、やっぱり同じ価値観っていうのがすごく大きくて、で、本当にこの方が私にとっての生涯のパートナーになる人かな、なってほしいなっていう、本当にそのような思いが出ました。次の日、僕もヒズコール行ってもいいって言った時に、さゆりがなんか飽きてきてっていう感じで、なんか本当に言ってくれたっていうのはすごくなんか嬉しくて、礼拝が終わって、で、さゆりが帰る間際になってヒズコールから外出てきて、いや名古屋のこの大商店街は有名だよって、だからしたちゃん行ってきたらどうって、じゃあ大須商店街に行くねって言って、彼は帰ってきました。じゃあまたねまた会おうねっていう感じで別れたんですけど、教会に戻って、何か押されてるような、何かに押されてるような、今思ったら本当に神様がプッシュしてたんだなって思うんですけど、押されるような思いで、行かなきゃいけないっていう思いで戻り、大須商店街に彼を追いかけに行きました。で、電話をしたんですけど、
出なくて、ああもう昨日から止まってるから多分充電切れてるんだろうなと思って、まあ、2回電話したんですけど出なかったので諦めようと。ズボンに入ってた携帯がブルブルになって、見たあのサイレンから着信音が2回あったんで急いでかけたんですね。そしたらヤサリが、あもう近くまで来てるんだよって言ってくれて、えとか思って、いや今ここなんだって言ってくれて、会って2分ぐらいで再会した時に、あってひょっとしたらって、なんか、まあ、僕自身本当に神様が僕にあた、こう、まあ、妻としてというか将来の、まあ、彼女としてというか結婚相手としてサーリーを選んでくれたのかなっていうことを知って、帰り、教会の方歩いてる時に志田ちゃんがちょっとサーリーさんいいっていうことで、なんだろうって思ったんですけど、その時に彼から結婚前提にお付き合いしていただけませんかという話をいただいて、本当に私の中ではめちゃくちゃ嬉しくて、もう即はいお願いしますということでお返事をさせていただきました。和彦さんちょっと聞いてって、すごいよねって、10年間なかったんだけども僕たちがお付き合いするっていう2日後に牛場先生が名古屋来るんだよって、まあ、ヒズコールに来るっていうことを聞いてすごく奇跡に思いましたね。だから本当、まあ、僕たちの結婚っていうのは本当に神様が用意してくれた、まあ昔から僕もさえりも結婚のことについてできないのかなって思ってたんですけど、でもその祈りが聞かれて本当に神様に感謝しています。本当にこれが神様のタイミング、それが早くもなく遅くもなく、本当に世の中的には遅いっていうふうに思われたかもしれない、思われてるかもしれないですけど、私たちにとっては本当にこれがベストのタイミングで、本当に一番の一番良い時だったんだなっていうことを本当にお互いに実感してます。神様に感謝して祈ってくれた教会の皆様、本当に心から感謝します。支えてくださった教会の皆さん、また家族、友達、本当に皆さんに心から感謝しています。ありがとうございました。